はい、ドラゴンクエストビルダーズ2実況プレイのパート98やっていきます。はい、超スーパーカーが、強化されまして、ライトをつけられるようになりましたと。で、以前立ち寄った場所、暗くて進めない場所がありまして、その先にね、箱舟を動かすことができるかもしれない人物がいるということでね、早速その人物を、見つけに行きたいと思います。さてさて、どちら、自動制御でライトがつく仕組みらしいけど、あ、照らしてる照らしてる。でもこんなもんじゃないのかな、もしかして明るくなってる気するけど。でね、シルバーデビルがいた場所だよね、この先か。お、見える見える、すげえ。普通になんかいなかった。ああ、私はもうダメです。この滅びゆく世界で、この滅びゆく運命なんです。なんだ？え？滅びから逃れるために箱舟を作っている一緒に来ないかですって？いいんですか？私は死神ですよ。死神の私を招くだなんて。もう嫌とは言わせません。私は箱舟トイレに連れてってください。なんかイベント発生した。あ、いいの？ちょっとプスってね、一回いいですね。はい。なんか唐突に仲間が一人増えました。意外とこれ探すと、もっといる？もしかして。いるかもしれないね。意外と声すら他にもいたのかな。ん？いや、よっしゃ行こう。落ちたらあかんやつ。すーげえ怪しい道。なんか見覚えがある。ん？貴様、人間か？どこかで見た顔だが。貴様はまさかあの時のビルだ。無事だったのか。忘れたとは言わせんぞ。俺だ、貴様をさらった船の船長だ。おお、懐かしい。俺で貴様なぜあんなところに。おいと、わ、腕が。おのれ、積もる話し跡だ。まずはあの腕を追い払う。だが俺の船は壊されたくない。こっちに来て準備ができたら声かけろ。何？どうすんの？ケケケじゃなくて。よし、ここなら俺の船を壊されて済む。あの腕を追い払うんだ。
まあ、ニキサメには大好物のこれやろう。俺からの最下の印だ。うぜえ。さあやるぞ。それが人生最後の食事にならんようにな。別に好きじゃねえし。おい。え、あれ倒すの？どうすんの？殴れんの？え？あ、そういうこと。とりあえず最初攻撃避けまくって、よかった死神加えといて。よっしゃ、やったな。どうにかあの腕を追い払えたぞ。そんなことよりだ。ビルダー、貴様よく生きたな。そして随分成長したな。うんうんうん。何？積もる話はさらに後にして、とにかく箱舟の船長になってくれたぞ。魔物を助ける箱舟か。こんなところでも誰かのために物作りとは、貴様相変わらずお人よしだな。誰あろう貴様のためだ。船長の件引き受けてやらんでもない。だが、貴様に改めて質問がある。あの日、船の上で貴様にした質問だ。ビルダーよ、ものづくりとはそんなに楽しいことなのか。はい。そうだよな、楽しいに決まってる。俺も貴様の仲間になるぞ。さあ、そうと決まったら俺も箱舟ってやつに連れて行ってくれ。どうした鍋、あっちに何かあるの？貴様が見ているのは我らが教団の壁掛けだな。壁掛けだか？それで、教団の壁掛けなんか見つめてどうしたんだ？ん？あの壁掛けが欲しいだと？貴様相変わらず変わったやつだな。欲しいならくれてやろう。あそこにある教団の壁掛けを取ってくるがいい。オッケー。なんか他にもいろいろこの船の中なかったっけかな？ちょっと見てみよう。ベッドとかいろいろあるんだよね。使うかわかんないけど。あ、でも回復できるもん。オッケー。一つはあっちにもあるんだよ。うるせえうるせえ。暗いなぁ。壊せない。調べる。壺の中に何か入っているようだ。お、稲妻の剣、ドラクエ2の最強の剣。え、性能、ガイアの剣が攻撃力82 96、強いね。おお。おお。回転切りは普通。いや、でもいいやん。ドラクエ2だったらむしろこっちが最強装備だもんね。ずっと。おお。教団の壁掛けを手に入れたんだな。しかしビルダーの貴様がそんなものを欲しがるなんてどういうつもりだ。まあいい、さっさと行くぞビルダー。あの車とやらで貴様の箱舟に向かう、あ、箱舟に行こう。おーい。よ、じゃあ帰りましょう。あ、落ちるんだやっぱ。
違う。しかし久しぶりだったビルダーってか。ね、少なからず世話になったからね。そう考えるとこの戦地にさらわれたことも、ね、いろいろ面白い経験になったわけですね。ほら来たぞ。なんだこれはビルだ。まさか貴様が作ったのか。はいはい。こんなとんでもないものが貴様が作っている箱舟とはすごいじゃないかビルだ。しかしまさかここがハーゴン様によって乱された幻の世界だったとはな。俺は 船が沈んだ後目が覚めたらあの場所に流れ着いていた。そして今までずっとあそこで船を作り直そうとしていたんだ。貴様のものづくりを見習ってな。だがダメだった。ここの連中ともどうにも馴染めず人でもないのに変人扱いだ。今までのことはよく知らんが貴様も苦労してきたんだろう。お互いよく頑張ったな。ビルだよ、箱舟の船長を任せてくれたこと感謝する。これからは同志として出航の準備をしよう。おお。さてさて、でこいつも迎えなきゃ。死に神。死に神の神子があった。箱舟の船長を連れてきてくれたのだな。しかしお主たちやけに親しげだが、ひょっとして知り合いなのか。ふっ。ダメよ、つくづくお前は面白い。今までの活躍もうなずける。それにお前には魔物と仲良くなる才能のようなものがあるのかもしれん。さあ、あとは箱舟の完成を待つばかりだ。お前は魔物建築を見ててくれ。終わったけどね。なんかいる。なんだなんだ、誰だ誰だ。どうだどうだどうだよ鍋。お前が描いた箱舟の設計図完成させたぜ。おいらたちも立派なビルダーだったろ。まあおいらが親方だったおかげだけどな。ところ鍋、箱舟で言うからにはこの船動くんだろ。どうやって動かすんだよ。おお、あれがエンジンなのか。この箱舟の動力なんだな。しかしあのエンジン、どのようにして起動するのじゃ。ここでもあの光り放つ女の子が使えんじゃねえか。そうじゃな、破壊神様の目玉が持つ魔法エネルギーならきっとできよう。ダメ、目印場所2箇所に光り放つ女の子を置いてエンジンを起動できるようにしてくれ。よっしゃ。ではでは。よ。
お、あ、お、光放つおまなこを置いてエンジンを起動できるようにしてくれたんだな。よし、それじゃあみんなでエンジンの起動といこうぜ。動くのもうこれ。エンジンが起動したんだな。結構な出力じゃない。箱舟の完成率 99%、 箱舟の完成率 99%。 え、エンジンも起動したのにはどうして 99% なの。おいおい、何だってんだよ。まだこの人に何か足りないってのか。なんだ、99%。 だから船長が、おお、これで箱舟が動かせるようになったな。ついに箱舟も完成というわけだ。何、まだ完成じゃない。最後の仕上げとして強打の壁掛けを箱舟の中に掲げるだと。貴様、そのために持ってきたのか。しかしビルダの貴様がなぜ。まあいい、貴様がそうしたいなら好きにしろ。では、箱舟の中のどこかの壁に強大な壁掛けを掲げればよい。掲げる場所はどこでもよい。箱舟の上の方でも下の方でも、貴様の好きな壁に貼るがいいぞ。どこでもいいんだ。どこでもいいと言われて逆に困る。センス問われちゃうじゃん、そんなの。お、どうだ。箱舟に共同株価を掲げたんだな。何の気か知らんが最高に活かしてるじゃないか。気に入ったぞビルダー。ところでビルダー、貴様のそもそもの目的は友達を助けることなんだよな。しかし友達は本当に無事でいるのか。貴様を覚えているかも分かるんだろう。もしも、もしもだ、これから先俺に何かあったら約束だぞ。ダメ、ん？どうしたんだ、ぼーっとして。おう、もしも友達に何かあったら、ぶん殴って目を覚まさせるか。貴様、いい友達を持ったみたいだな。必ず助けてやるんだぞ。こいつら熱い。めちゃくちゃ熱い。ん？これは。お。箱舟の完成を検知。箱舟の完成を検知。仕上がった。やった、ついについに箱舟の完成だ。これでここから脱出できるね。けどどうして最後に氷弾の壁掛けなんかを置いたんだ。オイラたちはもう破壊をしたんだぜ。ん？自分は破壊は悪とは思っていない？これが魔物のみんなの旗だから、この箱舟に似合うと思った、か。よく言ったビルダー。俺は貴様のそういうところが嫌いじゃないんだ。なあなあみんな、ついに箱舟ができたんだ。早速乗り込んでみようぜ。こりゃすげえ。広いし、でかいし、頑丈だし、最高の船だぜ。これで箱舟は完成じゃの。わしからの依頼は達成じゃ。おお、いいね。鍋。箱舟は完成したけど、君の友達を助けに行くために超スーパーカーを改造しなきゃね。うん。
今まで箱舟作りに付き合わせてばかりですまなかったの。結界に守られ宙に浮くハーゴン城か。まず超スーパーカーに城に結界を張っている魔物をぶっ倒すための武器をつけなきゃダメだろうな。それはどうにかなったとしても、陸地のない場所を城まで飛び続けるなんて、そんなもんが作れんのかよ。車を飛ばす方法は箱舟のエンジンが応用できそうだぞ。そりゃいい。箱舟作りもお前の友達を探すと役に立ったってことだな。あとは車を改造するための素材さえあれば、完成させられるってことか。やはり邪魔が入るが。これは緊急事態発生。緊急事態発生。戦闘イベント来るか。腹満たしといて。よし。ダメ。大変じゃ。あの黒い魔物たちが押し寄せてくる。本格的にここを潰す気のようじゃぞ。ここでやられるわけにはいかん。どうじゃ。戦いの準備は良いか。オッケー。もはや時間もあるまい。一刻も早く敵を倒すのじゃ。この戦いが終われば、お主の車を観察されるじゃろう。まあ見ておくがよい。さあ、これが大先短いわしの最後の晴れ舞台じゃ。参るぞ、ダメ。おっしゃくせい。稲妻の剣の威力を見せてやる。なんか乗るってなった。今、なんか乗るってなった。誰に？スライムか。ごちゃごちゃ全員戦力だもん。これだってこれねえ、町のみんな全員が戦力だもん。そりゃ強いよ。レベルマックスだったし。強いわ。リンチリンチ。ただのリンチよ、これ。この人というのは回復回でもねえからな。強い強い。武器強。一発 88？ いや強い強い、剣が強い。知らねえ。知るか。ここで王者の剣。どっちが強いんだ。やべ、どうやらさっきの斧にいろいろ壊されちまったみたいだな。おいらたちだってビルダーなんだ。お前に代わって修復してやる。ちょっくらそこで待てな。お前らやるな。拠点がほぼ元通りになった。やったぞ。これで黒い魔物も追い払えたな。よかったの。よかった。よかった。キラジ。大丈夫か？いやいやいや、びしゃびしゃびしゃ。おいおいおい。またこの剣。攻撃力86。96。攻撃力10も違う。でもこれはこれで、回転切りが、ギガスラッシュと。これはこれでいいけど。で、まあ、こっちだろ。キラージーどうした？おい、キラージー！勝つには、勝ったが、わしはもうダメじゃ。鍋、いつものように直してあげて。いや、よい。今回ばかりは修理もできまい。機械とて永遠の命ではない。
じゃが鍋、お主に最後の頼みがある。わしを破壊してくれ。わしのパーツを使って車を改造してほしい。そうすればハーゴン城に行くことができよう。絶対に何とかしてみせる。自分が必ず直すじゃと。ゴールデナイビルだ。わしは壊れるが、わしの部品は車の中で生きてゆく。そうすればわしも生き続けられよう。だけどそんなこと。ああ、やってくれ鍋。お主のハンマーでわしを破壊するのじゃ。いやー、キラージー、お前の思いは無駄にしねえ。さらば。鍋、キラージーを壊したんだね。悲しいけど、寂しいけど、これはキラージーが望んだことなんだ。おや？君の手の中にあるものは何？マシンハート G。マシンハート G？ これが、キラージーが残したものなんだ。それを使えば、超スーパーカーを完成させられるんだよね。さあ、鍋、早速やってみて。じゃあこのスーパーカーもずっと大事にしなきゃ。超スーパーカーが完成した。完成した。ついに超スーパーカーが完成したよ。すごいよ鍋。おお、これが完成した超スーパーカーか。見違えるようではないか。おほ、車輪の部分が動いて下向きに魔法エネルギーを引き出す。それが宙に浮く力となるわけだ。これで空を飛び、ハーゴン城を守る結界を破壊できるのですね。うん。この車で結界を壊し、黒い渦を突っ切れば、破壊神様のいるハーゴン城に行けるだろう。そうすれば、ギルダの友達も救えるってわけだな。はい。ダメ。おめでとう。ついに超スーパーカーも完成したね。車は完成したが、キラージーがあんなことになるなんてな。でも、キラージは生きてるんだよ。あの車の中で。妖術さんは言ってたよね。破壊と創造は相入れないものだって。でも僕はそんなことないと思う。壊れたものはそれでおしまいじゃない。ものづくりと破壊は、二つで一つなんだ。二つで一つ？僕思うんだ。破壊と創造は友達なんじゃないかって。ビルダの鍋と、破壊神様が友達なように。目立つよ。今は私もあなたと同じ考えです。うん。
破壊の推しを捨てるのはやめにしよう。物を作るには破壊が必要なのだ。ダメ、調べておったハーゴン中に結界を張る魔物の居場所もついに分かったぞ。いいタイミングだぜ。これで準備ができた。いつでもハーゴン城に乗り込めるな。よっしゃ。この揺れは？おい、みんな急げ。早く箱舟に乗るんだ。というものなのか。この幻の世界もついに。大丈夫だ、出航の準備整ってる。箱舟のことは任せて、俺がいれば安心だ。以前に船を沈させた俺が言っても説得力はないかな。ナベ、僕たちと一緒に逃げたっていいんだよ。怖いところになんか行かなくったって。君はどうしても破壊神様のところに行くの？もちろん。そうだよね。ごめん、そう言うってことは分かってたんだ。僕もう止めたい。必ず止めたから、必ず私を助けてあげて。その車に乗ればひとっ飛びさ。ナベよ、これは我々が作った精密だ。どうか役立ててくれ。おう。ナベ、お前と物を作れて楽しかったぜ。みんなお前と会って変わったんだ。嬉しかったぞナベ。教団の旗を箱舟に掲げてくれて。みんながお前のような世界は、お前のようなら世界はもっと。さあ行って、僕たちは君の勝利を信じてる。いつか必ずまた会おう。はい、というわけでいよいよ、このドラクエビルダーズも最終決戦が近づいてまいりました。ハーゴン城に結界を張る3体の魔物を倒し、ハーゴン城に入って、指導を取り戻したいと思います。ではドラゴンクエストビルダーズ実況プレイのパート98、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。